べるのは僕だからね。瀬戸内の潮流を逆行する一つの器があった。一寸法師のごとくその器じみた船を漕ぐのは小早川軍総大将小早川秀明。かねてより憧れる伝説のあれを求め初めての一人旅に出たのであった。天下の一品、ああ、胸がグツグツドキドキするよ。彼は乱世の潮流をも確実に逆行していた。金吾さん、道中の方々には私が一報を入れておきますね。安心して良き一人旅を。小早川秀明、野島を喰らう。よし、着いた。ここってまだお隣さん？ビルビルバイ！私の故郷から出て行きなさい！随分じゃねえか鶴の字、うまい話を持ってきてやったのによ。おいしい話、この辺りだと魚かな。この俺に任せな。下手に料理はしねえ。許しません。このままが絶対一番です。うわあ、それってこんな食材、海の男の手作りがどんなにすげえか、わだつみに聞いてみりゃすぐにでも分かんだろ。誰が見たって同じこと言いますよ。手を
っぱり食材を生かすんだ。ここの名産なのかな。やるぞ。もう行ってろ。もっと金をつぎ込めや。おっと、俺抜きで盛り上がってんじゃねえぜ。木の元の鍋を全種類食べたいんだ。あ、キングちゃん、こんにちは。この海賊さん、私の森を狙ってるんです。姫巫女様の森、きっとご飯が進むね。まずまず、うまい。想像の海苔とご飯でお腹いっぱいに。世の中には珍しい人が盛りだくさんです。よう、キング、あんたも見たいだろう。森を砦に改造するところ。森を砦、でかい増水の島、最高。この世で一番イケてる男は兄貴。醤油と味噌があれば最悪どうにかなるよね。あなたもどうやら瀬戸内の方のようですね。姫御前を応援してくれるとありがたいのですが。え、瀬戸内の姫御前、戦国美食会の一員として放っておけないよ。いいか、島ごと改造すりゃ四国は安泰。毛利の野郎だっておとなしくなるぜ。改造されても困ります。変な改造、僕は全部好きだけどな。金のよう、当然俺に賛成だよな。反対ですよね。賛成反対、そんなに迷ってるなんて。四国の特産品でも選んでるの、大変だね。金吾さんはどっちの味方なんですか。はっきりくっきりしてください。そうだ、さっさと答えやがれ。あれ、なんで僕が板挟み？クイージキンゴ、喧嘩の矛先変えちまうか。穴取れねえ。最新前衛からくり取りだよ。男ならグッとくんだろうが。なあキンゴ。グッとくるくる。野菜、前菜、片栗粉で。二人ともお腹が空いてるんでしょう。僕を見習ってよく食べればイライラしないよ。朝毛も昼毛もおやつもいただきました。パクパクキンゴ、食わせ者ですね。ペコペコキンゴ、やりよるの。おにぎりって大きいほど美味しいよね。てめえより、ヤリイカの方が骨があるぜ。やるぞ、とは言ってみろ。とんでもねえもん作っちまったぜ。やるぞ、死は言ってみろ。近頃アタック師たちを真似する軍が増えていますのよ。もたもたしてと残らず食われちまう。へい。キャラクターが運び込まれて。やるぞ、長宗我部軍とクリア。あれだろ、あれですね、兄貴。うわ、私の故郷が。夢と希望と金をつぎ込んだあれだよ、あれ。夢と希望とお宝満載ですね、兄貴。海賊一味の皆さん、ゴミを捨てないでください。おもちゃならずも粗大ゴミとは言ってくれるぜ。何度でも言います、燃えない粗大ゴミ。やるぞ、好きなだけ暴れろ。俺が許す。やるぞ、顔を言ってみろ。簡単に来い。
やっぱあれがないとな。兄貴、天下には美味しいものとまずいものしかないのに。ご飯はまだなの？ほら、私の故郷から出て行きなさい。そもそもてめえが俺を海賊呼ばわりするのが悪いんじゃねえか。それはこっちのセリフです。喧嘩を売ってきたのはそっちです。白い箱で育った嬢ちゃんが海の荒くれ舐めんなよ。荒くれ者なんて古いです。時代は鮮烈で鮮明で涼しげな男性です。うるせえこの田舎者が。悪い口なんてこと。大自然の申し子とおっしゃいな。安心したらお腹が空いてきたな。兄貴、生意気なお客さんがお見えでさ。やろうども、好きなだけ暴れな。俺が許す。兄貴、武将である前に食べるお客でありたいんだ。これだよね。この世で一番イケてる男は兄貴。人間の一大欲は食欲、戦う欲じゃないよ。やるぞ。とはなんだ。おびき。これ僕のだからね。この世で一番海が似合う男は兄貴。兄貴、兄貴、兄貴、兄貴。よし、準備は整ったぜ。行くぞ、暁丸。一気に改造工事だ。誰かあの海賊をバシッと成敗してください。ん、こんな時にお便りが届きました。差出人は小早川家臣の天海さんですって。天海様、僕のために前略預言者殿、我が猛将小早川秀明が命がけであなたを守りに向かいました。ん、何かな。小早川はただの食いしん坊にあらず、預言者殿の敵を食らい尽くす男の中の男。おい、この俺を食らおうってこと。ちょ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 、天海様、長宗我部など即時撃退、お任せあれ。キングさん、私うるうる感激です。ガクガクブルブル、ジジジジ違うんです。やるのは勝ちどきあげるのは兄貴だぜ。なくしたもんは戻りやしねえ。
分かりきっていたことだったか。ふん、あんたが鬼の罪をさらってくれるのかい。やってみな。嵐のように俺の後悔を連れ去ってくれ。やりました、弱虫キングさん、見直しました。上等じゃん。おう、キングは僕一生分の運使い切ったよ。頑張れキングさん、負けるなキングさん。なんか食欲なくなってきたかも。超ソカベさん、誤解です。僕は伝説のあれが食べたいだけなんです。伝説のあれ、まさか古のあの兵器か。キングさん素敵。僕はどうしても伝説のあれが食べたいんだ。戦国美食会の名にかけて。戦国飛翔会、まさか空を飛ぶのか。あの方のためにあるような会。空飛ぶ船ってのが面白いな。暁丸を元にして金はかかりそうだ。戦国美食会は通の集まりなんです。戦国美食会、短歌歌が何だってんだ。あの方や、にっこりとったあの方や。大阪通りたくなって来ただけなのに、三成くんにぶたれたくなかっただけなのに。これなら三成くんにぶたれた方が。やっぱり嫌だ。この世で一番イケてる男は兄貴。僕は戦国の隠し味になりたいんだ。今日のところは帰ってやるぜ。野郎ども、船に乗れ。怖いよ。ああ鍋よ、やっと君をマグマグできる。今日は何鍋？早くしてよね。小早川秀明によって意外にも破壊されたからくり兵器、その修理に必要な材料を求め、長宗我部元親は西下孫一の元へと舵を切った。やるぞ、さやかんところに行くぜ。なんだ今の音。別に、ほら行くぞ。そう、船内に小早川が潜んでいるとも知らずに。あれ、早く食べたいよ。小早川秀明、最下賞を食らう。
もうお腹ペコペコだよ。天界様、どこに着いちゃったの？僕って迷子？棟梁、たった今こちらの文が届きました。何？小早川家臣、天界の前歴西下孫一郎、我らが誇る勇者小早川秀明がおもてなしを願っております。彼の上を満たせるものは至高の火力のみ。孫一殿、どうかお助けください。勇者小早川秀明、まずはこの目で見定めてみたいもの。この火種を放置することは我らのはずだ。ご飯って噛むたびに味が変わるんだよ。ごめんなさい。忠告する。僕、小早川秀明って言います。勇者小早川、お前の名は聞いている。これほど早く会えるとは。天界様、ここにも手紙出してくれたんだ。ねえ、誰かさ、この辺りの美味しいものを教えてよ。勇者を確認、常にも増したもてなしを。いつも以上のおもてなし、やったおもてなしか。一人旅の醍醐味だよね。大悟も団子も美味しいよね。我ら流の艦隊は気に食わないか。敵方が上か。認めよう。それが真実だ。勇者、正面から本陣へ進行中。うわ、何これ、どういうこと。あっちからもこっちからも。ドラもこれぐらいてんこ盛りにしてよ。人間の一大欲は食欲、戦う欲じゃないよ。嘘です、お腹空いて。つい欲しいな。お前は埼玉に来るべきだったな。武田氏、それがお前の命の花か。
の地元、美味しいものある？にゃー、猫だよって喋っちゃった。日の本のラビオ、全種類食べたいんだ。目ざといな。我らはそれを歓迎しよう。もうやめない？僕の負けでいいよ。これ僕の負けで。ゆっくり走ってよね。味噌があれば最悪どうにかなるよね。よご飯って噛むたびに味が変わるんだよ。ごめんなさい。我らがここまで追い詰められるとは。サイカの子孫、先達よ、我らに力を。僕の盾になる人、何人でも募集中。来ないで。ごめんなさい。やめて。ゆっくり走ってよね。見事だ。最後の我らもまた手合わせを願おう。ああ、手と手を合わせていただきます。我らの誇りを平らげようとはな。いい覚悟だ、誇り高き勇者よ。我ら傭兵との契約を望むか。傭兵の契約？焼き鳥か！武将である前に食べるお客でありたいんだ。ところで、君の地元、美味しいものある？お前は死を恐れる。痛みを、屈辱を恐れるか。切ってみろ。我らは何も恐れない。我らは誇り高き最下衆。これが我らの生き様だ。この我らに奇襲をかける。勇者、
小早川秀明、なぜ我らを選んだ。なぜって、美味しそうな鳥ののれんがあるし。我らの象徴をうまそうなどとあざけるか。誇りを重んじぬ者は勇者にあらずと知れ。あれ、なんか話がおかしいよ。今度は手紙に何書いたの、天界様。全国最下名護一殿、我らが誇る勇者小早川秀明がおもてなしを願っております。勇者、おもてなしはしてほしいけど。彼の上を満たせるものは至高の火力の孫一郎、どうかお助けください。天界様、また間違ってるよ。ねえ、おもてなしはまだ。我らのもてなしでは物足りないか。音に聞こえる勇者ぶりとはこのことか。その程度の力では赤い鐘はならぬぞ。赤い鐘、赤い鐘の専門家。僕は全部食べるんだ。絶対マグマグしてみせる。凄まじい気迫、まさに勇者。さらばだ勇者よ。もうやだよ。我らは語り継ごう、飽くなき追求者のその姿を。誰もがその一心一体を熟慮する戦国の世にあって、小早川だけは脇目も振らず目的地へと邁進していた。日の本縦断の旅である。絶対に食べるんだ、伝説のあれを。強靭なる意志に突き動かされた小早川は、道中の危険など忘れ自ら家中へと飛び込んでいった。ギャー、戦国最強だ。獲物じゃ、出会え風魔。伝説の食材師じゃなくて忍び。キンゴさん、戦国の世は敵ばかり、くれぐれもお気をつけください。それでも小早川は歩いた。そして逃げた。逃げるためなら走った。おわや、頑張んなよ。そんなに出会いたいものがあるならさ。その力、何か別のことに使ったらどうだ。かくして小早川はついに憧れの地、奥州伊達領に到達したのであった。やっと食べられる伝説のあれを。小早川秀明、奥州を食らう。
やっと着いた。ここが食の桃源郷、幻の奥州。おい小十郎、奴が来たぜ。天下に名を轟かせる大物食いの金吾だ。各地の名だたる武将を食らった実力、この右目にてしかと見極めましょう。寝させ最速。やられるまでの話じゃねえぞ。人間の一大欲は食欲、戦う欲じゃないよ。ムカつくぜ。ムカつきすぎて前が見えねえ。おいそこだ、俺と耐久競争だ。ところで、君の地元、おいしいものある？小十郎様、すいません。待ってたぜ、小早川。とびっきり熱い歓迎、楽しみにしてな。うわぁ、来てよかった。熱くって、やっぱり鍋かな。あれには鍋だよね。ごめんなさい。行くぜ、アクセイル全開。どこまでも食らいついてみせな。小早川、石田の野郎の刀さばきはどうだった？三成君は下手じゃないかな。そこのさばくところなんて見たことないけど。家康も締めてきたんだろ。家康さんはいつも締めるよ。新鮮なまま食べるのが好きなんだって。毛利と大谷の裏まで見破るとはな。ははあ、そうなのそうなの。裏越しは最近興味あるんだよね。ねえ、伝説の食材師片倉小十郎さんは？僕、小十郎さんのを食べたいんだ。次は小十郎をテイスティングか。あんたが小早川、目が鳴るぜ。僕もお腹鳴らして待ってるよ。伊達軍は龍だけじゃねえ、俺が買ってやる。僕のために？みんな総出で？やっぱり取れたては美味しいよね。そのジンバオリー、なかなか生かすじゃねえか。生かす？それって奥州名物？おい、そこだ！俺と耐久競争だ。君が鍋奉行？今日の僕は町奉行。見えるまでのんびり待ってるからね。何言ってんだ、こら。突っ走るんじゃねえとあれだけ言っただろう。迂闊にかかるなよ。経緯は一瞬だ。承知っす。
モン軍。だ。この王州は食わされ、無謀のつけ、骨の髄まで味わうんだな。無謀漬け、骨の髄、いただきます。勝負を食らうということの重さ、分かってるな。さすが伝説の食材師小十郎さん、食のことを一番に考えてるんですね。畑仕事でこんなすごい立ち筋になれるんだ。無駄口より先に腰を入れてかかってこい。ご飯前の運動ってこんなに必要なの？それぞれわけは違うが、やる気十分だろ。気を抜くなよ。明日の泥をはみてえか。え、欧州は泥も美味しいの？マグ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 。うまそうに食うんじゃねえ。味付けが足りないよ。もう限界。お腹と背中がくっついちゃった。ご飯って噛むたびに味が変わるんだよ。だらしねえぜ、だらしねえぜ。武将である前に食べるお客でありたいんだ。小十郎、それで俺の右目を名乗るのか。いえ、この小十郎を。小十郎、どうやら奴は本物だな。認めざるを得ません。あんたはとことん許しがいらないようだな。一人でここまで攻め入るとはな。石田の代わりとしちゃ不足ね。マサメ様、あなたらず、全ての力を注ぎ込まれよ。ねえ、二人とも顔が怖いよ。隙を見せて誘うか。今の俺には通用しねえ。どうした、半端な腕前を晒すつもりか。戦のない世になったら鍋の国を作るんだ。横一列に並べ、腕持って突っ走れ。にゃーん、猫だよって喋っちゃった。木の元の鍋を全種類食べたいんだ。俺を壊そうとは、あんたも目が消えてるな。この心臓を狙うんなら今のうちだ。
出なけりゃ。やがの別荘は OK？ ちょ聞いてください。僕セブン総大将なんかじゃありません。 No way！ そんな謙遜はいらねえ。西の食い人竜は簡単には食えねえぜ。僕上のキング、血に飢えた男だろ。それ誰のこと？これ僕だからね。キングオブハングリー、貪欲に勝ちに行く男だろ。そんな風に呼ばれたことないです。あんたの家臣が手紙に書いたことだ。多分間違ったんです、天海様が。食の西軍総大将で戦国美食会で。西軍総大将で戦国ビクトリー。俺を差し置き天下目前ってわけか。天海様、これ取り返しつくの？お互い熱を冷ました方が良さそうだ。竜を封じ込めたと本気でそう思うか。まだだ、まだ足りねえ。ご飯はまだなの？邪魔だ邪魔だ、どかねえと引いちまうぜ。見えるぜ、あんたのいっぱい血にまみれる姿がよ。やる気が感じられねえ。どういうつもりだ？僕、伝説の食材が食べたいだけです。悪かったな、何も戦うことはなかったかもしれねえ。俺はあんたをやろうとしていた。あんたの人騒がせな家臣の手紙を読んでな。天海様、小次郎、腕を振るってやれ。はい。ごめんなさい、許して。食っていくか。旅をさせろですね。